だからその大陸に住んでる人たちは結局スフィンクス化やカラス天狗化していくわけでしょ。スフィンクスとかカラス天狗みたいな形になっていくわけ、体の形が。それで結局大いに反省なさり、そして、まあ、仏教というと悟り開いたってよく言われるような、そんな心の、ね、持ち主になっていくわけ。これがまあ動物が人間より心が綺麗だって言われるのは、そういうことが原因なんです。かつて人間だと庭は鳥や四つ足であるとかね。そしてなんでこんなことになってしまったんだって、悔やみ、恐れ、驚き慌てね、苦しみ、悲しみ、自分を責め、そして純粋な精神を獲得したわけ、人間よりもね。で、それを回避して、結局、日本列島などね、内からの由来の部分で生活してたら、スリンプしてカラス天狗なんかにはならへんやんか。その回、おごり高ぶるわけ。で、そんなのが退化していったわけ。今度は、霊長類のまま退化して、そして、猿になったわけ。これがあなた方の末。